ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの絵画、オンディーヌ。ポーホン・ペエール・レグランド、温泉のオンディーヌ。ウンディーネは、四大精霊のうち、水を司る精霊である。語源は、ラ・ウンダである。他言語では、フツ・オンディーヌ、エー・ウンディーネ・イ・オンジナ。湖や泉などに住んでおり、性別はないが、ほとんどの場合美しい女性の姿をしているとされ。 人間との秘伝物語が多く伝えられている。パラケルスによると、ウンディーネには本来魂がないが、人間の男性と結婚すると魂を得る。しかしこれには、大きな禁忌が付きまとう。風景の、ウンディーネ。ドイツの作家フリードリヒ風景は、1811年、美しき水の精霊ウンディーネと、騎士フルトブラントの秘伝を主題とする、中編小説。 ウンディーネを出版した。ヨハン・ボルフガング・フォン・エーテもドイツの真珠と絶賛したドイツロマン主義小説の名作であり、たちまち数カ国語に翻訳された。この作品は多くの派生作品を生んだ。フランスの擬曲家、ジャンジ・ロドは1939年、プーケのウンディーネを原作とする擬曲、オンディーヌを書いた。オンディヌは美しい水のいであったが、 騎士ハンスとと恋に落ちてて人間界へとやってくるしかし、オンディーヌの天意無法の振る舞いに嫌気がさしたハンスは、かつての巨根ベルタに心を移してしまう。ところが、オンディーヌが人間界に使わされるにあたっては、水界の王との間に、もしハンスがオンディーヌを裏切った時は、ハンスの命を奪ってもよいという契約が交わされていたのだ。ハンスを死なせないために、 オンディーヌはいろいろ試行錯誤するが、結果失敗に終わり、ハンスは命を落とす。この作品はミュージカルオンディーヌとしてブロードウェイで上演された。また、日本では劇団四季のアサリ形態演出によるストレートプレイとして公演が行われている。他に、このジロドのオンディーヌを題材に以下のような作品が作られた。ペロアンドプーに、オンディーヌ、またはないアドの初演。 イラストレーテド・ロンド・ニュースより、2作が作られ、いずれも、風景の、ウンディーネを原作としている。1843年、ジュール・ペロー・風りつけ、チェーザ・レプーに作曲で、オンディーヌ、またはない、アドが作られた。1958年、フレデリック・アシュトン・風りつけ、ハンス・ベルナー・編成制作曲で、オンディーヌが作られた。この作品は、英国ロイヤル・バレエ団のレパートリーとして、 たびたび上演されている。初演は、マーゴ・フォンテインが、タイトルロールを踊った。吉田との当たり役の一つでもある。ウンディーネではないが似た主題を持つ作品として、アントニン・ド・ボルザークのオペラ、ルサルカがある。モンスター・コレクション改訂版上1996年、9十波。力104ページ、岩波文庫水曜期ウンディーネ岩波書店。 1978年、ISBN978 から40億324万1516、ドイツロマン派全集合府系、シャミスオ国書刊公開、1983年、ISBN978 から43億3 6 2万6835、ウンディーネ新書刊、1995年、 ISBN 978から44億303万1076、ウンディーヌ・タケイ・タダミジ役東洋文化シャメル編文庫、1980年、ISBN4 から885990548、オンディーヌ・ジロドギ曲全集第五巻白水社、1958年。ありがとうございます。